こんにちはフフィーフィーです、えー、6月17日に国会が閉会してその後6月18日に、えー、すぐに河、えー、井安里議員とその夫である河井克行前法務大臣が公職選挙法違反容疑で逮捕されました国会議員夫婦が夫婦揃って逮捕されるという前代未聞のこの事件 今日は簡単にこれまでの経緯をまとめてみましたので見ていきましょうまず事の発端は2019年の参院選挙で自民党から出馬した河井安里容疑者に自民党本部から1億5000万円が振り込まれたといいます。 河合、えー、夫婦は広島県の自民党支部で代表を務めていてここに一方でこの時別のね自民党で擁立していた現職の議員に対しては自民党本部からこの人も振り込みがあったんですけれども、まあ、余裕でね勝てるということもあって金額はこの10分の1の1500万円ほど。 で選挙には予算が決められていますが当時広島県の選挙管理委員会が河合案里容疑者の、えー、選挙で使う金額の法定上限これを決めているんですけれどもこれが4700万円余りだからこの1億5000万円という額はまあ異常に高い、えー、資金だったということになります。まあ、こんな巨額のの選挙活動費を党の本部が 候補者に振り込むなんてことがあるのだろうかと額からして誰の指示でこのようなことが行われたのか気にはなるんですけれどもまあ、大きな額とはいえこの1億5000万円の選挙資金これ自体振り込んだことは問題にはなりませんえちなみに河合安里容疑者は選挙前から2回幹事長の派閥である2階派に入ることが決まっていました でここからがえ大きな問題になってくるのですが河合杏里容疑者の選挙を仕切っていたのはその夫である河合克行容疑者ですでこの夫が地元広島でお金を配っていたと検察当局は見ていますえ河合夫婦が配った額ですけれども100人に総額2600万円と言われています これまで4期にわたり広島県議を務めていた河井安里容疑者そして国会議員7期目に入った河井克行容疑者それでもまあこれまでね彼らが地元でお金を配ることはなかったそうで、まあ、突然渡さ,された人は驚いたそうですただねこの夫婦地元の評判があまり良くなかったことからまた地元にね良い関係を築いていなかった、まあ、そこまでまあこう頻繁に お挨拶なんかに言ってなかったんでしょうね。仲の良い、正解の人間もいなかったと言います。まあ、こんな時だけ手当たり次第にお金をばらまいたのが良くなかったのでしょう。つまり、彼らは地元で好かれていなかったがために。まあ、もちろん、この行為自体がもう違法なわけですけれども。まあ、そんな相手にまでお金を渡したがために、すぐこの話が漏れてしまって。まあ、このような問題が発覚したということです。確かに。 合夫婦は党本部からこんな巨額な大金を振り込まれこれまでお金を使って選挙戦に挑んだことがなかったのであればそれこそどう使うべきか戸惑ったでしょうまたプレッシャーもあったかもしれません それにしても1億5000万から2600万円を使ったとしてもまだだいぶ手元に残ることになりますこの残りのお金の使い道どこにあるのか捜査するとは思いますけれども、まあ、仮に丸々残っていたとしてもまあこれは問題はない、まあ、警察が捜査するのはまだ残りのお金を他にも誰かに配っていたのではないかとこういったものがあるのかもしれないから捜査を続けることになるとは思います さて、河井案里容疑者というと、参院選の際に、うぐい市場に法律で定められていた報酬の倍を支払ったという件で、すでに公設秘書が起訴されています。6月の17日に、懲役1年6ヶ月、執行猶予5年の有罪判決を受けています。秘書の有罪判決を受けた河井案里容疑者は、判決確定前であることから、 今後の推移を見守りたいとこれまでの態度を変えることもなくコメントしましたただこの裁判ポイントとなるのが多分ニュースでも皆さん聞いてるかもしれません連座制の適用の対象になるのかどうかという点この連座制とは候補者の関係者が選挙法違反をしたのでその候補者の当選を無効にするという制度なんですねでこの秘書は夫の 幸容疑者の元政策秘書と共謀して、えっと、こっちの夫の元政策秘書の方は今公判中ですで違法行為を2人で行ったんですねで検察は今回の件に対し連座性の適用を主張で弁護士と対立しています広島地検はこれを速やかに審理するようにこれに対してこの裁判に対して100日裁判を申請しています で100日裁判というものをよく聞きますのでちょっと説明しておきますと100日裁判は公職選挙法が定めているもので選挙違反などの裁判に対し受理から100日以内に判決を行うように要求することです。え今後秘書の刑が確定し連座制の適用の対象になれば河井安里容疑者は当選無効となり議員ではいられなくなります。 こうなるとどうせ失職するのなら自分から議員辞職しろとの声もあるでしょうが、本人は不正を認めていないわけですから、まあ、この流れだと100日裁判で連座制の対象となって議員失職ということになるでしょう。ちなみに当初は夫の勝幸容疑者だけ逮捕という説も濃厚でした。ただ実はこのところ安利容疑者精神的に不安定で、 睡眠薬などを、まあ、飲んんででいるんですねこれを常に飲んでいる状態だそうですで大量に服用して3月には病院にも運ばれたということもありまして、まあ、もし何かあったらと、まあ、こういった理由から、まあ、ここは夫婦として身柄を、えー、確保する方が良いとの当局の判断があったのかもしれませんまた河合夫妻が共謀してお金を配っていたということは捜査で判明していますし その金額も大きすぎたということで、逮捕という形になったようです。さて、気になるこの夫婦の今後ですが、河合安里容疑者は、夫の2400万円に比べ、150万円での買収行為があったと疑われているわけです。本人は買収行為ではないと否定していますが、先ほど説明したように、まあ、連座制の適用により失職する可能性が高いと言われています。 そしてン利容疑者は金額が少ないこともあり執行猶予がつくと思われますただ連座性とは関係のない夫の勝幸容疑者彼の場合は失職することはありませんただ自ら辞職しないのであればイメージがよくないということで実刑が下される可能性があると言いますなぜこの、えー、夫の勝幸容疑者7期ですよねそして 妻の安里容疑者に至っては4期、この夫婦ベテランの議員さんなんですけれどもこのような雑で手洗い、まあ、不正に手を染めたのかこれまでクリーンな選挙で当選してきた2人です、まあ、この背景ですが広島で前回の参院選自民党が2人の候補者を擁立したんですがただ河合杏里容疑者はギリギリに擁立されているんですね。これで焦りもああ、ったのか、まあ そんなところに1億5000万円もの大金が資金として振り込まれたえここでどうしても勝たなければいけないというプレッシャーもあったでしょうこの短い運動期間中にどうしたらいいのかと、まあ、えこのような荒っぽい手段に出たのではないかとみられていますえ余談ですけれどもこの夫婦それぞれに夫妻とは別に特別な存在パートナーがいたというふうに週刊誌に報じられています、えー まあ検察っていうのはスマホのね携帯の中身をくまなくこうチェックしますので操作しますのでそれによって分かったことらしいのですが、まあ、それは永田町でも知られていた話でつまりさまざまな夫婦の形がありますがお互いにメリットをうまくこう利用してつな,つながっていた夫婦なのかもしれません2人で同時に逮捕されましたけれども 実刑と執行猶予と夫婦のこの先は分かれてしまうのかもしれませんえ皆さんここまで聞いてどうお感じになりましたでしょうかぜひコメント欄にご意見をどんどんお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いしますみんな見てくれてありがとうフィーフィーチャンネル登録してね